S&D です。今日は YouTube やインスタのコメントで家でできるバレーボールの上達方法はありますかという質問が多かったので、今日はこちらを使って家でできるバレーボール上達練習をしていきたいと思います。スパイクに関する練習となります。まずはこのフェイスタオルを使ってスイングを行っていきます。少し薄めのタオルの方がいいと思います。先を縛ってこのような形にします。で、重りが下にあるような状態でスイングをしていきます。この練習の最大のポイントは、スイングをした時に大きな円を描いているかどうかを、できれば鏡を見て確認をしてください。肘が下がって低いところでスイングすると小さな円になります。結んだところを遠くに投げるようなイメージで振っていくと、高いところで打つイメージがつきます。この時もバックスイングから左手を上げることは意識をしていきましょう。左手を上げて左手を絞ると同時にスイングすることで、腰の回線を使って打つことができます。テニスボールを使います。自分でトスを上げてキャッチをしていくんですが、普通にちょんとキャッチするのではなくて、上げてスイングをして流れでキャッチをしていきます。今のように自分でトスを上げてスイングしながらキャッチをしていきます。初めは難しいと思うので、柔らかいゴムボールやタオルを丸めてキャッチを行っていきましょう。ポイントはトスを丁寧に上げることと自分の打点で掴むことです。掴む時と実際にボールをミートするタイミングは同じなので、なるべく肘が下がったり低い場所でキャッチをしたりとかしないように、自分の一番力が入る打点でキャッチをすることを意識しながら練習していきましょう。この練習は座りながらでもできるのでやってみてください。ペットボトルを使って行っていきます。あまり重いと肩を痛めてしまうかもしれないので、筋力に合った重さで行ってください。タオルを縛った練習とほぼ同じなのですが、ペットボトルのキャップの部分を持ってスイングをしていきます。初めは半分かそのまた半分ぐらいでもいいと思います。バックスイングから左手を上げてスイングをしていきます。少し重いものを持ってスイングをしていくことで、スイングをする時の筋力がついていきます。これも鏡を見ながらフォームを確認することで必要な筋肉がついていきます。まず自分の筋力や体の構造に合ったスイングフォームを見つけていきましょう。家で手軽にできるので、この3種類の練習をぜひやってみてください。このチャンネルはバレーボールに関する練習方法や上達のコツなどを幅広く配信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。